エイさん、はいはい、オリアスさん、俺が上京して品川に住んでた頃の話やねんけどな。はいはいはい。いつも会社帰りにコンビニに寄って夕食を買うっていうのが日課になっててんや。うんうん。そこに天然のバイトの女の子がいたの。ヒゲさんの周り天然多いね。そうなんよ。どんな天然の子なの？いや、例えば、うん、日課になってるから毎日って毎日会うねんな、その天然の女の子に、うんうん、でなんかレジに行って精算してもらったら、うん、いくらですっていうことを言われたから、うんうん、千円札渡したの、うんうん、で渡したら俺が買ったものをこう袋に入れてくれててんや、うんうん、で入れ終わってからもう一回いくらですっていうことを言うのね、うん、お金をもう一回もらおうとしたりするのいや、それが1回じゃなしに何回かそういうことあったの。あー、天然だね。そうやね。ほんでまあ、そんなので怒ることもなかったんけど、うん、でそんなある日に、うん、いつものようにそのコンビニに寄ってカゴに入れた商品をレジに持って行ったら、うんうん、そのバイトちゃんが対応してくれてんな。働くね。ほんで俺が購入したのがまあお茶とか弁当とか、うん、ほんで一品で冷ややっこもカゴに入れてて、うんうんうん、そしたらバイトちゃんが冷ややっこを両手で丁寧に持って、うん、温めますかって冷ややっこなのに冷ややっこ温める？湯豆腐なっちゃういや、まさか冷ややっこを温めますかって聞かれるって頭の片隅にもなかったから、うんうんうん、俺の返事は、うん、か、考えさせてくださいって考えるまでもないでしょというわけで、もしよろしければ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。その他、ヒゲのよりやす、ハゲのエイチの SNS 等もやっておりますので、概要欄からフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。